町に戻るにも難儀しそうだ。Rock your-
力を入れると痛む。あれは百古城の手抜け。館のそばにおるぞ。我が名は酒井仁。この島を荒らす異敵に天誅を与える者。己の血で畑を潤わせ。黙れ手向け。それが得るのは六文銭だ。知れ事を調子に乗るなよ。すぐに対馬を去れば情けをかけてやる。槍川を焼き尽くす。大勢を切り刻んだと誇っておったな。それもここまでだ。ゴーストンプスク。ゴーストバイタギュンバイ。ゴーストスタンメカンカマシ。大子ども、よく見ておけ。引け。
ならここが墓場だ。ヤリカワの収容、一人として猛虎を生きて返すな。一人も逃すな。ヤリカワを守れ。逃してないぞ。叩き切れ。首を取れ。クロード様に続け。姉さん、町は守った。次は志村殿に加勢し対馬を守ろう。私らは侍じゃない。誰が猛虎を退けた。あの兵器に立ち向かったのは、槍川を守ったのは誰だ。俺たちだ。あんたたち黙って猛虎の好きにさせる機会。たとえ侍でなくともお主らは戦える。我らで遺敵を打ち払い故郷を救おう。お主らも立ち上がれ。我が名将を討ち寄った。兵はあやつを不死身だと言い始めておる。お前が正してこい。陣の首を取った褒美なんてもらえるかよ。大事な菅笠衆のことはもう良いのか。陣は対馬一腕が立つ。俺の仲間では殺せん。敵を滅ぼす手はいくらでもあろう。頭を使え。あいつを殺さない手もあるだろう。終わったな。これで槍川も加わる。叔父上も喜ばれよう。
野党に戦場で拾われるとは。叔父上は何と言うだろうか。もし太刀のお手入れをいたしませんか。では。
げビル。やったなた。一番手は誰だ？動くな。槍川の町さえもあなたは救ったと聞きました。ふん、古い確執までも解かれるとは。
見てみよう。ああ、ああ。
ようやくか。首を伸ばして待っておったわ。無もたらしい人の道から外れた畜生め。良い面構えだぞ。さあ早く来い。切り殺したくてたまらないのだ。早く来れば誰も切らずに済んだのだ。誰事を。
誰も切らずに済んだのだ。誰ごと？浪人を放った男は相まみえねばな。ウムギ谷の奉仕ならば居所を知っておるだろう。酒井様、ご無事でしたか。手先のすげがさしは全て倒した。小次郎も知っておりました。やはりこのようなものではないのです。戻ってきたのか。さようです。直々にあなたを手にかけるため大見寺の洞で待つと申しておりました。大見は我が故郷だ。それを知ってのことか。お気をつけください。修羅の呪いを受けた鎧は持ち主に力を与えます。好みで確かめよう。何とぞご分を。
堺陣、待ちわびたぞ。お主の鎧、修羅の呪いを受けておると聞いた。信じてくれるか。この世にあってはならぬものだ。人を切ってきた。俺も甘美な思い出よ。孔子の申す通り、お主は修羅だ。修羅でもクロードでもない、ただの人だ。この程度だったとはな。この程度だったとはな。この人を切ってきた。どれ、甘美な思い出よ。孔子の申す通り、お主は修羅だ。ようやくお前が俺を殺してくれるのか。それが望みか。この程度だったと。この人を切ってきた。どれも甘美な思い出よ。孔子の申す通り、お主は修羅。幾とせぶりに胸躍る戦いだったぞ。
シュラでもクロードでもない、ただの人だ。幾千もの人を斬ってきた。どれも甘美な思い出よ。孔子の申す通り、お主は修羅だ。この程度だったとはな。この程度だったとはな。幾千もの人を斬ってきた。どれも甘美な思い出よ。孔子の申す通り、お主は修羅。この程度だったとはな。幾千もの人を斬ってきた。どれも甘美な思い出よ。孔子の申す通り、お主は修羅だ。この程度だったとは。シュラでもクロードでもない、ただの人だ。この程度だったとはな。幾千もの人を斬ってきた。どれも甘美な思い出よ。孔子の申す通り、お主は修羅だ。
ようやくお前が俺を殺してくれるのか。それが望みか。でもない。ただの人だ。思い出よ。奉仕の申す通り。それが望みか。